ヘルゲート橋はアメリカ合衆国ニューヨークのイースト川に架かる鉄道橋。長さ310メートルの鋼鉄アーチ橋である。クイーンズ区とブロンクス区を結んでいる。ヘルゲートという長赤一位体水から付けられた。このヘルゲートは元はオランダ人冒険家アドリアン・ブロックが冒険の際に記したオランダ語でイーストリバー全体を指す言葉として澄んだ海峡を意味する。 ヘリギャットと呼んでいたことから来ている。橋の構想は1900年代の初期からペンシルバニア鉄道によってニューヨークとニューイングランドを結ぶ路線のためになされていた。開通したのは1916年9月30日である。複々線用に建設されたが利用されているのは旅客用の複線と貨物用の単線である。橋自体はアムトラックの所有物だが アムトラックの旅客列車の他に CSX、トランスポーテーション、カナダ太平洋鉄道、ニューヨークアトランティック鉄道の貨物列車が通過する。かつてこの橋の名がついた列車、ヘルゲートエクスプレスがニューヨークペン駅ボストン南駅間に運行されていた。現在はアセラエクスプレスが同行ほどにて運行されている。並行して、 道路用の吊り橋であるトライボロを橋がかかっている。ありがとうございます。